今日の動画はクマくんと体が入れ替わってしまいました。体がバラバラになるゲームでクマくんと一緒にね、お互いの体を見つけに行きたいなと思います。ということでクマくん、俺たち顔だけになっちゃった。クマくん、どこ行ったの僕らの体は。このゲームね、クマくん、俺たちの体を探すゲームだよ。体探しよ、言うたら、この広大なマップの中に俺たちのね、体がどこかに埋まってると思うんで、ちょっと探しに行こう。だいぶ広いねこれ。みんなもね、俺たちの体が無事見つかるように高評価とチャンネル登録で応援もよろしく。ということでクマくん、じゃあ早速行こうか。ブランコ面白そうだな。確かにブランコめっちゃ綺麗。首だけで乗ってる。涼しい。おお、すげえ涼しい。スースーする、体が。スースーするね。体がスースーする。ずっとここにいたいよ。でも俺たちの体探さないで、クマくん。そうだね、ミッションは体を探す。そういうことよ。待って、なんかゲームを気に入ってグループに参加してこのゾーンをロック解除する。なんかあっち行きたくない？なんか右側の、ちょっとグループ入ってこようぜ。よし、これでクマくん入れるようになったぞ。俺たちグループ入ったし、こっち行ってみようよ。これ何？待って、なんか足が、待って、これクマくんの手じゃない？クマゴロの右腕。返せ、僕の右腕だ。俺がつけちゃおう。俺がつけちゃう、クマくんの右腕。許さない。これ断じて許しはならぬ。代々から継がれてきた私の手を。クマくんの右腕ゲット。これちょっとこっち行ってみよう。これグループ専用の部屋やから入れんのね。うわ、なんか風が、砂漠がすごいぞこれ。ね、目に埃が。いただだだ、砂煙ね、これ。いや、ダメだ、クマくん。待って、なんか足あった。ノーワン君、君の足、俺の足、これ。うわ、当たね。気持ち悪く、いや、当たね。ケンタウロスみたいになってない？俺も相当気持ち悪いけどな、腕しかないし。ちょっと待って、クマくん、ここ見づらいわ。ちょっと一旦避難しよう。ちょっとね、目が痛いよ。なんか誰かの右腕がある、これ。右足だ。ミルカ、ミルカちゃんの右足がある。ミルカちゃんの右足。ゲット。お。よしよし。どんどん誰の腕でもいいんだ。俺は自分の体を探すために。とにかく歩けたらいいんだ。そういうことよ。なんか雪ステージは？こっちは？あ、こっちもなんかあるね。雪いいね。なんか沸騰墓、2個、ここいっぱいあるぞ、クマくん。なんか長靴落ちてるね。右腕と左足。なんかかっこいいのがいいな。確かに、俺もなんか自分の体じゃなくていいから、かっこいいの見つけに行こうよ、クマくん。これは？あ、なんか。冬眠してます。とんでもなんか行く。クマくん、冬眠しないで。はい、どこ？ここよ。どこ？あ、ここね。ちょっと待って、クマくん。俺、鎌倉の中に、これ、俺の体じゃない？あ、違うか。すっごい似てたんやけどね。これたくましい、たくましいね、これ。ちょっと俺、体はね、自分の体が欲しいから探そう。これ左上のこのボタン押すと、ほら、解除できる。ほら、なるほど。体がほらバラバラになっていく、どんどん。なるほどなるほど、こうやってどんどん回収していくんだ。あ、ね、クマゴロの右腕、危ね。これだけは奪われるわけにはいかないからな。完全に見落としてた。よし、じゃあどんどん行こう。トルネード、近づかないでって出てるよ。ほんまや、トルネード来てる。どこだ？待って、クマくん奥からとんでもないトルネード来てる。やべえ、クマくん逃げよう、これは。やべ、高台高台高台、とりあえず木の裏に隠れよう。で、待って、全然違う。クマくん、このトルネードこっちに来てない。全然余裕だ、これ。全然余裕ですよ。怖くないじゃん。全く怖くないや。怖くない、怖くない。じゃあ、あれ、クマくんどこ行った？ここ。ここって言われても分かんないよね。あ、待って、クマゴロウの右足どこ？これはゲットしたぞ。クマゴロウになっていく、どんどん俺が。返せん。俺のパーツはどこ？俺の胸パーツとか一番分かりやすいやつ。いや、僕がライオンになるしかないね。待って、クマゴロウの胸元見つけた。やった。どん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 クマゴロウ、やっぱクマゴロウ、人間の手を見つけた。人間になりたい。見て、クマくん、君の体の右腕と体は俺がいただいたぞ。クマくん、バンドマンになります。かっこいいでしょ。かっこいい、かっこいい、似合ってる似合ってる。かっこいいでしょ。いいな。なんか俺もちょっと足変えようかな。クマくんの足ちょっと嫌。あ、待って、クマゴロの右、待って、俺体がほとんど全部クマゴロになっていく、俺。返して。俺の左腕以外は全部クマゴロになっちゃった。ライオンくんの全てを盗んでやる。いや、俺も先に見つけないと。これはこっちだね、こっちにあるね。クマくん、こうビーチやるよ、ビーチ。泳げる、泳げる、泳げる、ほんとや。泳げる、泳げる、泳げる。あ、すげえ。待って、これ地下とかにもある可能性あるってこと、これ。もしかすると、すごい、見て、クマくん、なんか地下倉庫みたいなのある。ここね、これ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 、ここ、これやばくない？なんか怪しそうだな。うお、あ、家や。息が吸える、息が吸える、すごい。何か、あ、なんかこの上にあるよ。どうやって登るのこれ、こっちか。ほんまや、
僕のだ。ああギターかき鳴らしてもうバンド前になって、あなんか腕っぽいのない？あ違う、でも俺あれじゃないか、俺のは。あ完全に僕人に近づいてます。あれ胴体がなくなった。あれ胴体落としたんじゃないこれ。あどっか行っちゃってる。胴体落とすなんかことある？この生活の中でまああの左のなんかあのボタンあるじゃん、胴体とか落としたらほらこんな感じで落ちていくよね。だからいらなくなった胴体は全部回収できると、こんな感じ。もう一回やり方見して。いやいや取られるからお見通しってわけお見通しってわけ。これちょっとくまく上上がろう。俺の胴体がどこにもないんやけど、どこ行った？激レアっていうことはね。激レアなのかもしれない。ライオンくんの胴体は激レアか。この宝箱の中にくまくんの右足を隠しとこう。これえ何ノーアンの顔やん。違う、いや俺の顔これやから。くまくん俺はライオンだから、人間じゃないから。そう君はライオンだったね。くまくんのね足ここの宝箱の中に入れといたからあー僕がもらうよ、取りたかったら取ってどうぞ。ありがとう。待って、これ俺の右足じゃないか。よしこれが俺の作戦ということですよ。くまくん許さない。どうと俺の作戦に引っかかったみたいやね。小賢しいくま、あトルネード来た。また来た。あ違う、これも違う、全然違う。やばい危ないよクマくん。入ってみよう。あやばいクマくん、なんか体がパーツが、あー待って体のパーツがこれ消えていくんだ。これぶっ飛ばされていく。ぶっ飛ばされ、俺顔どこ行った？え俺顔ハゲた人間になっちゃった俺。え顔どこ行った？俺のクマくんの胴体全部どっか行った。顔だけは抜くさまないでほしい、俺のアイデンティティ、ライオンの顔がクマくん、はい、どこ行って。あ待って俺の足違うか。クマくんこの家気になるよ。俺も家気になってないけどね。どうせこれ外からさ顔だけの人が入ってきたらめっちゃ怖くない？待ってなんか俺体なんかめっちゃマッチョになったあ、まあ、取られた。クマくんの体が完成だ。待って俺なんでここに誰か置いてたのか。ここに足がある。あ違う人の出しだこれ。もうらいい。うっそ、俺の顔見ませんでしたか誰か。顔がないんですよ俺のここで俺たちゲーム実況撮ってるわけよ。そういうわけ。ポチポチポチって言って、あっちにねなんかめちゃめちゃ豪華なマンションもありそうだってんけど、確かに上から見る方がちょっといい感じかもな、うん、あ待って俺の胸見つけた。胸、お待って俺の胸の、俺の YouTube のアイコンの胸なくなってる俺の。ああ全てをトルネードに剥ぎ取られた。悲しい俺は。え、じゃあ顔ももぎ取られたってことこれ。かわいそうくまけ俺の顔返してこんなの嫌だ。いいでしょ、僕はまだクマだよ。さようならクマくん。生き返った、顔元に戻った。やっぱやり直したら顔元に戻るんだこれ。くまくんどこ？俺の胴体ちゃんと守ってくれてる？胴体守るどころかもう来てる身につけてます。俺の胴体、あ本当に僕のです。返してこれ俺の体。僕のです。俺の体が全部奪われた。なんだなんか落ちてるぞ。俺の顔だよこれは。くまくんてかくまくん胸ここに自分のあるじゃんこれ、自分のくまくんのが。いらない。俺自分の腕身につけた。ライオンになりたいあ、クマゴロの腕あるよここに、ほら両方とも胸胸ほら。やった、よしこれで俺の胸も回収だ、ね、よしよしよし許さないちゃんと返してもらうか。でもこれでさ、クマの怒り、俺たち、うん、あと俺両腕と左足だけだ。クマくんは、あ結構揃ったよねクマくん。クマくん足おしゃれでしょ、アシンメトリーで右足だけなんかおしゃれ。ちょっとおしゃれに気を使ってみてます。めちゃめちゃいい感じですよ。クマくんこの上気にならん？上がろうこれ。行こう。こっち上がっていこう。上から見た方がかなりね見やすい可能性もあるから。全体を見渡せばあるでしょ。そうそう落ちないでよクマくん。落ちないで。あここに誰かのなんかおしゃれな右手がある。待って。見てクマくん。待って。どこ行った？落ちました。早く帰ってきて。クマくん見て俺の腕。おしゃれになりました。おしゃれ、あーちょっと惜しいかな。え待ってなんか腕取られた。えなんかなくなった。え待って腕が消えた。そうさっきクマくんも同じ感じで急に胴体が消えてる。あこれ多分胴体の持ち主がこのゲームからいなくなると消えるんじゃないかな。なるほど、すべて冴えてるね、はい、ライオンくん。そういうことだよクマくん、俺は右足だけでこの綱渡りをする考えてることが同じでびっくりしたよ本当やここは誰か取ってるかな。あ、クマゴロの右足。
これはゲット返せよ。俺の右足が、あ、俺の右足も上げるやつ。これクマコロの、はい、取れない。はい、クマコロのこれ上げるよ。これクマになってきた。いいよいいよ。あと左腕が完成するとこの世界は滅びます。恐ろしすぎる。え、ってか待って、そんなもんすぐ本当や。あと左腕だけよ。俺あと3パーツもあるのに。クマくん探してよ、俺の体を。どこだ。なんかこのさ、胸めっちゃかっこよくない？え、この胸気に入っちゃった俺、この胸。惜しい惜しい。体からドラゴンついた。いいね、いいな、クマくん。俺これに気に入っちゃおう、かっこいいから。いいなやっぱ俺は真の姿よりこうやってアップデートしていく。常に俺は進化する存在でありたい。足もない、もういいや。自分の足はいいから、なんかおしゃれな足身につけよう。じゃあ俺切り替え大事。切り替えしていく。切り替え大事よ。クマくん、なんかここにおしゃれな胸あるけど、どう？これまあでも今の方が似合ってるから。僕の方がおしゃれだ。確かにそれちょっと似合ってるからね、色的にも。俺はなんかね、ショップになんかあるよね、うん、ナイフとかあるぞ。敵を電撃してトリップさせよう。これちょっと買っちゃおう。恐ろしい恐ろしい。こんな平和な街で電撃とかやめて。クマくん準備はいいですか？超ハイパー進化しちゃったよ。え、どこ？クマくんかかってきなよ。どこどこどこ。来た来た。クマくん、なんかおしゃれになってる。かっこいいでしょ。かっこいいでしょ。確かにちょっとかっこいいかも。それ似合ってるよ、クマくん。空飛べるぜ。暗い、エレクトリックカッター。とりゃ空飛んでよけるぜ。おら、ちょ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 、とりゃ、おらおら、よし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 。重力ガン。なにそれ。くれくれくれ。なんだなんだなんだ。重力。動かない、助けて。重力。さっきのお返しだ。動かないよ。動く動く。重力ガン。やっぱ動かなくなるんや。そう、なるほど。しばらく停止させる。エレクトリックカッター。クマくん、その俺体欲しいな。嫌だ。俺はここでナイフを購入。みんなこれでね、なんかね、パンチすると体の一部を盗めるらしいよね。クマくん、なんだ、こっちおいで。嫌だ。 ありゃ、その体を俺に起こしなさい。届かない。おりゃ、よし、取った体のパーツを盗んだ。よし、来た。許さない。これで私のものよ、この体は。許さん。危ない。ジュル君。あ、止まった。助けて、痛い。大丈夫、全く意味ないから。確かに盗めんの強いね、これ。やばい、クマくん、また津波が来てない？これまだ来てる。任せて、私の今この魔法の力でみんなを止めてみせる。いけー。ライオンが飲み込まれる瞬間を見てしまった。ちょっと俺の体は大丈夫？そろそろ俺たちの体探そう。本当に欲しいね。ちょっとマジでちょっと全くないよ。あ、クマくん、はい、ここにクマくんの体見つけた。ありがとう。ありがとう。いや僕が今着てる胴体の持ち主が返せって来てる。それ返してあげたら、そろそろ俺たちも自分の体が必要からね。ライオンくん。何？君の右腕見つけたよ。欲しい、もっといけ。それやっぱりさっきの波に流されてここにたどり着いたと見る。僕が持っといてあげるよ。海辺にあった、うん、ありがとう。ありがとう。いいや。白心のいいよ、ありがとう。来たよ、クマくん。どこ？ここだよ、僕が命がけで守ってるよ。あ、無人島のところか。あ、誰か奪いに行ってる。やばい、まずい。取った？取られてない？大丈夫。あ、よかった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 。いい子だ。これか。あ、よかった。え、これクマゴロの右手じゃん。そう、今僕が君の右手をつけてる。いや、逆、交換しよう。クマくんの胸もあげたいけど、これは交換だ。クマくん、俺の胸と交換ね。見つけろってわけ？そういうこと。あ、これはまさか。俺の胸見つけた、クマくん。あった。よしよしよし、クマくん、じゃあこっちの胸守るわ、俺が。ここクマくん、どこどこ。クマくん、こっちこっち。うん、あの、俺の目の前にね、ゲトウもいるんよね。ゲトウどこや。はじめましてって言ってる。はじめまして、ゲトウスグルがはじめましてって挨拶してきた。はじめまして、ファンです。ゲトウスグルさんが僕のファンだなんて、そんなことありえないよ。かっこいいね、あのアバター。かっこいい。クマくん、こっちこっち。どこどこ。これここの奥にクマくんがね、大切にしてた。よしよし、よかったよかった、誰も捉えてないね。ここにほら、クマくんの胸があります。よし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 、ここでじゃあさらに
くまくんが持ってるのってあと左手だけ。俺あと左手だけなよね。あ、どっちとも左手がないんだ。じゃあ2人ともくまくん、あとじゃあ左手。俺ね、予想的にもう行ってないのって砂漠ステージだけやと思うよね。あっこね、あっこはまだ全然見てないね。そうだから、トルネードが危ない危ない、この川に対応できるんじゃない。危ない危ない。え、川、ああなるほどね、この川に逃げたらいけるんじゃない。いやさすがにどうだろう、くまくん分かんないけど、もし危なくなったら飛び込んでみようけど、多分ね、あとはここやと思う。俺たちの左腕を探しに行くんだ、くまくん。左腕ね、この中で頑張るぞ。ちょっと見えづらいけどね、目はちょっとなるべく閉じながら行こう。危ないからね。いや、もう思いっきり目開いてます、くまくん。思いっきり目開いてます。すごいよ、目がねキシキシになっちゃう。これ瞬き一つもしてない。ビシビシにならない目が。鍛えてきたからね。さすがだ。どっかにあると思うんやけどね。ここに封印されてるはず。何もない、もしかして。え、これなんか怖くない？どれ？ここ砂漠の中心部、もう全く見えない。もうどこにクマくんがいるのかもわからない。 あかんあかん、俺多分やられる。これ上上がってみようと。いや、何もないか。ここに繋がってるだけか。クマくん、はい、最後のワンピースを見つけに行こう。あるさ、この世の果てにな。全然なくない？俺たちの腕全然ない。これはね、俺の必殺技シャリンガンを解放してもいいかな。シャリンガン、おうおう、見せてくれ。クマくん、俺は今からシャリンガンを解放します。解放、すべてが見える目をください。え、何かが見える。クマくん、見つけた、はい、そこか。よし、クマくん、こっちについてくるんだ。どこだ？俺のシャリンガンにすべて見える。こっち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 、全部ありかが分かった？いや、すべてじゃない。俺が大切なものだけ見えるんだ。あれ？すべてって言ったよね。俺の大切なものだけ見える。それが俺のシャリンガンの能力。なるほど。クマくん、こっちだ。この上に何かがある。そこにある。何かがある。この上に上がる方法を考えるんだ、クマくん。この上？あ、分かった分かった。こっちだ、クマくん。俺のシャリンガンの能力まだ疑ってるっしょ？もう疑いですしかない。これであったら、じゃあびっくりするってこと？うん、びっくりする。多少ね。これじゃあ上がってみてよ。ああ、ちょっとクマくん落とされたんだけど。落とされるわけがないじゃん。誰に？俺のことをもうこれからは王と呼びなさい。オーケー。おお、まさか見つけたか。あった、あったっしょ。あれ、これのじゃないぞ。あれ、取った？取ってるね、君。そう、俺のやから、クマくん。持っとくよ、僕の見つかるまで持っとくよ。待って、この上にあるんじゃない？じゃあクマくんも。そんなことある？なんかありそうな気がしない。そんな偶然ある？ないか。クマくん。はい。俺は君にも俺のこの能力、シャリンガンの能力を授けよう。いいの？うん。クマくん、シャリンガンを解放しなさい。わあ！来たか、クマくん。ついに。目が。見えるか。体感。見えるか、ついに。見える。見えた。どこだ？僕についてきてくれ。わかった。まさかやっぱり見える。すべて砂漠にあったってこと？この下だ。気づかなかった。まさか。この下だ。全然気づかなかった俺たち。え、どこ？この真下にある。え？どうやって行くんだ？地下の階。待って、こっちに何かあるぞ、クマくん。この奥になんか階段とかがあるんじゃない？いや、ちここにはない。地下の入り口、こっちじゃない。どっかに秘密の入り口があるんだ、クマくん。わかった。何？どこ？さっき砂漠の中心部ヤバそうって言ってたやん。うんうんうん、あっこは入り口なんや。ここまさかあんのか。ほんとや、なんか行くぜ。行こう。ほら、あ、すげえ。あった、これだ。まさかクマくんの伝説、これだ。こんなとこにあるなんて。伝説の左腕ゲッチ。そして俺も全て解放と。すごい場所に最後あったな。やったね。隠されたところじゃん、完全に。これは分からへん。これはすごいね。ということでクマくん、はい、無事俺たち体見つけることができたよ。やっぱりこうでなくちゃね。しっくりくるよね、体がやっぱり。しっくりきます。もう気持ちいいもんね。ということでね、この動画楽しんでくれたり、最後見つかってよかったと思ってくれたら、高評価とチャンネル登録もよろしくってことで、また明日、バイバーイ。